次のステージの、ね、準備ができたようです。さてここからは写真撮影 OK らしいです。よろしくお願いします。打ち込みで伴奏を作りエレキ片手に一人バンド神戸大阪で活動中の女子シンガーソングライター、本日2組目のオープニングと出演者秋穂さんのステージです。僕たちは弱くて大切にしまった思い出さえも黒く染めてしまうから、悲しみ消さないで、愛されてた日々が逃さないようにむさぼうだ、正しさを解いても答えに選択肢などなかった、いつだって振り返れば真実が見えてて冷めた心が嘲笑うんだ、大げさなメモリー浮かんだって疑いもしないんだ、夢を怯えていた重なり合ってた愛さえ嘘という、僕たちは弱くて大切にしまった思い出さえも黒く染めてしまうから、なかったことにしてしまい込んでたときめき、温かな光やどうした心に夢見ていた世界近づくたび忘れてくのは仕方ないこと、消されたくないなんてわがままなのはお互い様の、仕掛けてたときめき今こそ一歩踏み出して、弱さは脱ぎ捨てた温かな光やどうした心にもう迷わないよ、ありがとうございます。はじめまして、こんにちは。私は神戸、大阪で主に活動しています、シンガーソングライター、秋穂です。ライブバー、よかにせさん、今日はオープニングアクトとして呼んでいただきありがとうございます。今日は盛り上がっていきましょう。でですね、私、こうやって、基本的にライブハウスで、活動させていただいてるんですけど、こうやってライブバーでの演奏というのがまだ2回目でして、このすごい距離が近くてお客さんの顔が見えるのが本当に楽しいですね。なんでもうオープニングアクトやし、いっぱい盛り上げていきたいと思うので、楽しみましょう。楽しみましょう。じゃあ次の曲は1曲目とちょっと違って、バラードといいますか、ゆったりとしっとりとした恋の曲やりたいと思います。では聴いてください、テトラポッド。
く夕日眺めてた二つの長く長く伸びた影は儚く消えてしまいそうで少し動けば当たりそうな触れるか触れないかのこの距離近くにいるのに遠いよ目に映るものは同じなのにそばにいることが当たり前でいつかを考えて募る不安本当の意味は少しごまかして砂浜に書いたさせていただきたいんですけれども、3つほど告知させていただきます。12月の13日、南学生祭というののライオットチューンプロジェクトっていうのがありまして、それのファイナルということでファイナリストに選ばれたんですけれども、それが道頓堀のリバーウォークで、
演奏することになっておりまして、フリーライブとなっておりますので、ぜひ足を運んでいただけたら嬉しいです。あとね、12月16日に西九条ブランニューさんの方で女性ボーカル限定イベントありますので、こちらの方もお願いします。最後なんですけど、重大発表といいますか、ツイッターの方ではもう発表させていただいたんですけども、重大白書っていう、大きい学生イベントがありまして、これの1次音源審査に、通過いたしまして、2次ライブ審査が神戸バリットさんの方でありまして、結構大きなライブハウスとなっておりますので、1月6日、しかもこれが、来場者投票数で3次に行けたファイナルに行けるかが決まるので、ぜひお力貸していただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあオープニングアクトなので次の曲で最後となってしまいますが、最後まで盛り上がって次のバンド、次のアーティストさんにつなげていけたらいいと思います。よろしくお願いします。じゃあ最後聞いてください。レジスタンス。嘘が渦巻くこの世界、いつも曖昧な言葉で濁して私の表情、ビッグスマイル捧げてあげて、毎日同じような内容の会話にも飽きが来る頃です。あなたはこれで満足できるのね、とことん付き合ってあげましょうわ。広いこの世界、うわ、見ている世界はまたちっぽけ、くだらないわこんな人間、なんで私が劣等感でしょう。上下関係どっから生まれたの、いつから間違いはどこ、何も知らないくせに負けたくないわ、人形遊びは終わりよ。愛想が飛び交うこの世界、いつも飾られたに偽物のたまに場純粋やむくて、言葉たちはどこで何を知ってるの。毎日同じようなメンバーで発言権ないこのポジション、私はこれで満足できないわ、全部ぶっ壊してしまおうかな。広いこの世界、うわ、汚れに染められない私でいたい、ありえないわこんな人間、なんであなたが隠してるその武器に怯えなければならないのでしょう。行動範囲勝手に決めないで、私は私の意思があるの、余裕です。現れる関係なんて上辺だけ絶対に、秋穂でした。
びっくりですね、もう。目ポカーンってなっても口ずっと開いてました。ステージお疲れ様でした。ありがとうございます。まずは簡単な自己紹介をお願いします。はい、主に神戸大阪で活動させていただいてます、シンガーソングライター紀穂です。今日アコギの方が多いかなと思うんですけど、エレキバンド片手に一人バンドみたいな感じで活動しています。よろしくお願いします。やはりかっこいいですね、めっちゃ。ソロとか自分の曲とか自分で作ってるんです。全部自分で作って打ち込みもしてます。ドラムの音とか。そうですね、パソコンで打ち込んで。難しかったり。最初は難しかったですけど今はもう大丈夫です。すごい、何でもできる、もう一人で。びっくりです。じゃあ兵庫ですね。兵庫県ですね。今日ちなみに好きな兵庫県のところとか。兵庫県のとこですか。私はね、三宮のポートタワー眺めるの好きですね。ホットタワー、ポートタワーです。ポートタワー、ポートタワー、ポートタワー、戦いタワー、はい、ポートタワー、ポートタワーです。ちょっと眺めてね、見てください。ポートタワー、はい、ポートタワーです。活用してると思うんで、今日はどんなご活用で YouTube とか。あ、そうですね、私皆さんツイキャスしてるとかしてる方とかいっぱいいてちょっとびっくりしたんですけど、今私ユーストリームの番組作成中ですので、これからツイキャスとかユーストリームとか始めていきたいなと思ってますので、もしも始まったらよろしくお願いします。ありがとうございます。もうね、秋も紅葉の季節で、クリスマスとか年末のご予定を。そうですね、まあ、クリスマスは、まあ、彼氏とデートって言いたいんですけども、ギターが恋人ということで。ずっと精力的に音楽活動していきたいと思います。で、年始は先ほどもお伝えしましたけども、1月6日よろしくお願いします。重大白書二次審査なんでご来場ください。では最後に全国の皆さんにね、大阪の大阪弁、おすすめの関西弁ぜひ教えてください。あ、ちなみに今日何年ですか。めっちゃ好きやねん。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。さて、ここからはね、いよいよ本日メインアクトの出演者の登場なんですが、お9月のイベントに来られた方はね、分かるとね、ちょっとあんなイベントがあったんですよ。なんとね、コラボというね、素晴らしいね企画があるんですね。はい。でも最後ですと、私のね、中学生がね、大人な時間の関係で参加できないということでな、できでということなので、なんとね、なんとなんとですね、今回ね、次にやっちゃいます。てか、もう今からやります、コラボ、びっくり、イエーイ。滑った。ありがとうございます。ちょっとどこ読んだか分からなくなった。では、ここで後ほどね、登場いたしますメイン役と出演者モニャさんの出場登場いただきましょう。